シユうた、神宮寺ユうの線、万再生の悪巻ダンスダンス。ナンバー・アイ、海外進出の本気度。平野仕様の独創を大破。5月22日に QNG&BOSS を脱退。旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。から順次退場。し10月15日にヌームバー・アイを結成した平野市用、26。 岸優太28、神宮寺優太26の3人。まだデビュー曲は発表されていないが、すでに公式 SNS では3人がダンスパフォーマンスを披露。ダンス力に定評があった平野以外の2人も圧倒的な実力を見せつけているのだ。 神宮寺と騎士、そして平野は、ダンサーで振付師のリーハタが代表を務めるダンスパフォーマンスチーム、リーハタと海王のメンバーであるキャズセファイヤーと二人で、ジャスティン・ビーバーの、ピース・エフ・ティー、ダイヤル・キーザー、ジビー・アン、踊るダンス動画をお互いの SNS に11月24日までに投稿。 また、ユームバー、アイとキャズエの4人で踊ったバージョンも、全員が26日に投稿している。なお、キシの X、ツイッター、は、カズくん、テッタくんありがとうございます。簡単ふ、と綴られているが、テッタくん、とは撮影を担当した映像クリエイター、テッタテにてい、死のことを指す。 X の表示数、閲覧数、は29日6時の時点で、キャズとキシのコラボダンス動画は623万、キャズとニュームバー、アイのコラボダンス動画は383万。すでに1000万再生を突破している。やっぱキシくんダンスうまくなってるよね。キレの良さは変わらずなんだけど、動きが柔らかくなってる南力上がってたけどキシくん半端なくね。 ガチかっこいい。紫陽君のダンスが好きだったはずなのに今回はマジで騎士君に目が奪われた。もちろん紫陽君のダンスはずっと好きです。じ君は力強い振りのキレが良すぎた。快晴すぎ、じ十字君のダンスは軸が安定してピタッと止まる動きのキレが最高なんだよねって思ってたんだけど、素人だからうまく言えんけど抜けかんっていうの 身体の使い方柔らかくなったよね。特に首から肩のラインがさ、大人っぽくてやばいね。と、神宮寺と騎士のダンスが上達していることを指摘する声が多く寄せられている。四角平の仕様の独走が心配されていたが、ワイドショー関係者は話す。 キンプリ時代も楽曲の振り付けはアイドル路線から、月読みなど本格的なダンスにシフトしつつありましたがニュームバー、愛になったことで、さらにそれに磨きがかかっている印象を受けます。小学生の頃からダンスに人生を捧げてきた平野さんは、ともかく、今回の動画での神宮寺さんと騎士さんのハイクオリティなダンスに驚かされた人も多いのではないでしょうか。 独立発表時に懸念されていたことは完全に奇遇だったようですね。平野、神宮寺、騎士の3人が金プリの脱退を発表したのは2022年11月4日。在留した高橋海人24、長瀬連24も含めてグループ中は良好だったが、 海外進出を目指していた平野と国内で映画やドラマなどタレントの映像路線を推進していた藤島ジュリー稽子前社長との意見の基地があり、その後の対応の悪さも伴って分裂に至ったと言われている。 22年11月の週刊文春文芸春秋ではジュリー氏が平野との面談を何度もドタキャンした曲メンバー5人で面談した際もジュリー氏がまともに話を聞こうとしなかったと報じられている。金プリは平野さんがメンバーを説得してジャニー北川氏去年80。 7、二次化談判したことで CD デビューしたり、楽曲にヒップホップを取り入れようと動いたり、平野さんが率先してグループを牽引していた。神宮寺さんと騎士さんの脱退も、平野さんに触発されたような空気感がありましたよね。全能。 平野と騎士の脱退理由はグループの海外進出を目指したが活動方針も踏まえると難しく目標を見失ってしまったというニュアンスだったが神宮寺はこれから先メンバーがこの先一人でも退場するという話が出た時に自分も退場するつもりだったことを正式にコメントしていたそれだけに当時は平野が独走して キンプリとしてやる気を失った騎士と神宮寺が同調しただけじゃないかといった冷めた声もあったが、今回のキャズトップのコラボダンス動画を見ていると、平野だけでなく二人も本気で海外進出を目指す強い意識を持っていることが伝わってくる。 四角神宮寺、今後は、ジャニーズ以外のダンスをもっともっと練習したいな、11月15日発売のファッション誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04で、海外進出に関する話題が出た際も、神宮寺と騎士は、神宮寺、自分たちの歌やダンス、楽曲を突き詰めて、本当にいいと思ったものを持って、海外進出の戦略を考えていきたいです。 岸、日本もそうですが、海外でも日常の中で流れる音楽を作っていけたらいいなと思っているんです。と、コメント。また、神宮寺は金プリ時代も、2021年5月発売のセブンスシングル、マジックタシー・ H ・ビーティング・ヒー・アル・ティ・エスの話が同月発売の、週刊朝日、朝日新聞出版で登場した際に、 いわゆるジャニーズのダンスとは、別物今後はジャニーズ以外のダンスをもっともっと練習した、いな、と、ダンスで脱ジャニーズ路線に意欲を燃やしていた。本格的なアーティスト路線とアイドル兼俳優路線。どちらが正しいということはないですが、ここに来てみると、やりたい仕事がヌーブァー、アイの3人と、長瀬さん、高橋さんの間で違っていたのでしょう。 三人の脱退発表時の言葉からも、本当は海外進出は金プリの五人で叶えたかった夢であることを感じさせますが、やはり別れは必然だったのかもしれませんね。前でのワイドショー関係者、特に永瀬は全員が個人仕事も充実して、結構やりたいこともやらせてもらっていた、と感じていただけに、選択肢、脱退、があったっていうことに、 気づきもしなかった。と、22年11月10日放送の長瀬角のレディオガーデン文化放送で打ち明けていた。長瀬は俳優業も大切にしているのだ。長瀬さんも高橋さんもドラマや映画俳優業に積極的で。 8月27日に宮城県赤水ハイムスーパーアリーナからスタートし12月9日の愛知国際展示場まで7都市24公演が予定されているアリーナツアーキ NG& オブミスリブとゥ2023からピースからからもルームバーアイと方向性の違いを感じさせました全能。ピースはキンプリが2人体制になってから初のアリーナツアー。 歌やマック以外も二人が笑顔を振りまく VTR がスクリーンで流れたり、掛け声でのファンサを行ったりと、キラキラしたアイドルを地で行くコンサートである。長瀬さんと高橋さんはもちろんファンが求めているアイドルの金プリを大切にしているのでしょうが10月の K アリーナ横浜でのコンサートを見て、改めて彼らのアイドル路線を強く感じましたね。一方、 平野さんだけでなく、岸さんとジングジさんも、やはり海外で通用するようなアーティストを目指して、アイドル的ではない活動をやりたかったのだろう。と、今回、n ュームバー・が投稿したキャズさんとのダンス動画で、その熱量の強さが伝わってきますね。どう 脱退発表時は表舞台から引退して裏方に転身する可能性も囁かれた神宮寺と事務所脱退時は本気で引退を検討していたとも言われている騎士。しかし、両者は今、前へ前へと突き進む平野に負けない強い意志を持っているようだ。負けない強い意志。